えー、こんにちは。速解塾の久保です。吉谷さんね、私ね、あの、お金を貸してくださいって言われること、やっぱあるんですよ。それ吉谷さんもあると思うんですよね。で、えー、例えば、10万円貸してくださいっていう人に対して、まあ、ちょっと貸さないねっていう風な回答をすることが一番多いですね。というのが、あの、やっぱいろいろ理由はあるんですけども、お金を貸してくださいっていう前に、ビジネスを教えている私ですから、あの、久保さん、こういうことをするんで、 まあ、10万円なら10万円ね。くださいっていうふうに、商売を申し掛けてもらいたいですよね。そうしたら、お、なかなか人のこと分かってんじゃんみたいな感じで、私の欲しいものの提案だったら、じゃあ、10万円で買いますよ。もしくは、3万円で買いますよみたいな感じになると思うんですよ。でも、貸してくれっていうものの裏には、あの、返してもらうっていう私の労力も必要なんですよね。そう考えたら、あの、ちょっと分かってないなと思うわけなんですよ。で、あとね、 貸してくれっていう代わりにお金を集めたいんでちょっと30万集めたいんで協力してくれませんかとで全体の集まったお金の20%を久保さんに出しますんでみたいなだったらまあ乗らない話はないかなと思うんですよ例えば久保さんズームの対談してくれませんかって感じで対談をしてその対談の中でね売り上げを作っていきたいんだっていうことでしたら私のメディアいくらでもお貸しするんでじゃあ私を利用して稼いでくださいよって話は私もっとねしやすいことでもあるんですよ なのにそういう工夫とかあ交渉とか全くなくお金を貸してくださいっていうことに対してあちょっとね貸しましょうかっていうふうにはならないですねえもちろんあこの人にお金貸したいなと普段から思わせていてくださってれば言ってくれた時にあどうぞみたいな感じになるんですけどもねなかなかそうはいかないですよね貸してくださいえそして貸さないよって言った時に何だよ金持ってるくせにケチだなとかねそっか塾ってのはそういうところかせこいなとかね なぜかお金を貸してくださいっていう要求に、まあ、私の選択としてイエスとノーがあるんですけどもノーって言ったらね急に敵に回ったりとかね脅しにかかる人いるんですよ。まあ、こういう人に運は回ってこないでしょうね。<laughs> 要するに足を引っ張る人は運が悪くなって、まあ、悪いだけならいいんですけども運そのものがなくなっちゃうってう感じですかね。だから吉根さんが言われたように感謝がある人って運が良くなるっていうのはあると思うんですよそれは。 普段から多くの人に感謝してる人とかこれぐらいしか恩恵を受けてないのにこれぐらいの感謝で返す人っていうのは周りの人が見ててねあの人すごいなぁと感謝の塊だなぁっていうふうになるわけですよそうなるとこんな話があるんですけどっていうふうに向こうからねいい運を集めてくれるそんな人間関係ができるんじゃないかなと思います吉田さん正解ですよきっとそれはいってらっしゃい